大泉国籍大泉国籍10月21日、1894年7月27日から1957年10月26日は、日本の作家、ロシア文学者、自称、国際的の居候、アナキスト的思想を盛り込んだ小説、老子、人間廃業などのベストセラーがある。長崎県八幡田町八幡神社境内にて、ロシア人、 アレクサンドル・ステパノビチは法ビチと日本人、元山慶子の間に生まれる。日本名、大泉清。ロシア名、アレクサンドル・ステパノビチ・清スキー。父は、ロシアの農家の出で、ペテルブルク大学出身の法学博士。天津の領事館に勤務していたが、ロシア皇太子時代のニコライ二世の自重として、来日したおり、 日本側の接待医薬で、ロシア文学研究家だった稽古と知り合い、周囲の反対を押し切って結ばれた。稽古は、産後の日立ちが悪く、清を産んでから一週間にして死去。このため、清は母方の祖母に引き取られ、大泉生を継いだ。小学校三年まで長崎で過ごしたが、観光の領事をしていた父を頼って大陸に渡ったところ、間もなくとうとも死別。 このため、父方のおばに連れられて、ロシアに行き、モスクワの小学校に編入。その後、フランスに移り、パリのリセに数年間在学したが、定学処分を受け、スイスやイタリアを経て、日本に戻り、長崎の鎮西学院中学を卒業。さらに、ロシアへ戻り、ペトログラードの学校に在学したが、ロシア革命の混乱を避けて帰国し、 旧制第三高等学校に入学。在学中、幼馴染みの福原美代と結婚。その後参考を退学し、1917年に上京。第一高等学校に在籍したが、間もなく退学した。石川島造船所書期から盗撮上番頭に至る。職を転々としつつ、小説家を志し、1919年に中央公論市編集長。 滝田たちょいに認められて、同志に得意な辞典、俺の辞助伝を連載し脚光を浴びる。以後、ベストセラーになった、同志、その続編、同志とその子、人間改良、人間廃業などを世に送り出して、分断の長寿となった。ゴーリキーを愛好し、どん底の原点役や、ロシア文学誌も執筆した。一時期映画界にも関わり、日活にシナリオを書いたこともある。 しかし、中央公論ではそれまで、全演欄に寄稿していたのを、創作欄に小説を掲載したところ、村松正夫や大泉など上和作家と呼ばれた、作家の創作欄掲載に対して、芥川龍之介、佐藤春夫らが抗議するということがあり、また1926年頃から彫刻家主義的な、世相や根結寺への差別などを背景に、分断で阻害されるようになった。その後は、 気候文などを執筆し、戦時中は食用雑草の混立法、草の味も観光。戦後は横須賀で語学を活かして通訳として生計を立てて暮らした。ロシア文学者としての著書にロシア文学史。1988年、大泉国籍全集が緑書房から刊行された。息子は俳優の大泉博士。 1922年6月刊行の老子は、州の老鉄人理耳が旅先で、旅芸人の大鳥と革命家の労働者法と知り合い、宿の娘を救い出そうとして犯罪に巻き込まれ、獄中で道の鉄理を特に至る物語。3ヶ月間に13版を重ねる売れ行きを見せ、続いて同年11月に続編、老子とその子も出版された。当時、 中村聖子はこれを宗教文学と呼んだが、後年に、ゆらくんびは、ニヒリズム文学、国家も社会も否定する無意のアナキズムに、本来の人間主義を、真のインターナショナリズムを回復しようとする、立場と評している。実際に、甘カス事件などの思想弾圧を背景とする、検閲による不正事も多く、1923年7月に、老子出版記念講演会が予定されたが、 関係により中止された。青年月日に2節あり、1923年、文芸年間には、明治26年10月21日とある。本名の清を、父からロシア風に解消を強要されたもの。文芸年間1923年創刊号、創作会外教、人間廃業1972年。ありがとうございます。